はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はね、初歩的な食事と筋トレの裏テクということで、食事の細かいこととか運動の細かいこととか、その運動そのものでもなく、食事も運動もこんな簡単なことをちょっと気をつけていけば、本当初心者の人でも、もっと効果がありますよということを、いろいろね紹介していきたいと思うんですけれども、あくまで初歩的なので、ちょっと一般的なところがあるかもしれないですが、一般的じゃないところも含めて、いろいろ経験してきた僕だからこそ、そして、いろんな人をたくさん見てきた中で、こういったことをやっていった方が食事と筋トレはうまく効果出ますよということを紹介していきたいと思います。最後までご覧いただきましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、まずね、食事の方なんですけれども、食事をね、食べるときに、どうしても自分はね、いろいろと食べ過ぎてしまうという人の場合には、今ここでは、食事の中身自体にはちょっとあえて触れないでいきたいと思うんですけれども、ただ食事を食べると言った時に自分はどうしてもたくさん食べ過ぎてしまう、いろんなものを食べ過ぎてしまうという場合には、まずね、食事の前に必ず水をコップ一杯飲んでみてください。お腹が単純に物理的にお腹が空いてるという感覚があるだけですごくね、いきなり書き込んでしまうという風になってしまうと、当然ね、満腹中枢が働く前にもっとたくさん入れてしまうので、食べ過ぎてしまうということも起きるんで、水をまずコップ一杯飲むということで少し落ち着くことがあります。で、これをさらに進めていって、食事前にプロテインを一杯飲む。これね、結構効くんですよ。別に牛乳で割らなくていいです。プロテインを水で割って、まず1回分ぐらい飲むと、それについてるね、ワンスクープ大きくなりますね。あれで1杯分ぐらい飲むっていう風にやると、水よりも当然ちょっと重いですから、やはりちょっとお腹にグッとね、ちょっと重さがあるので、少し食欲が抑制されますね。多分ね、2、3割はね、ちょっと抑えられるんじゃないかと思います。で、このプロテインをさらにアメリカ製のプロテインにすると、よりね、ぐっと、なぜか知らないけど、日本のやつだってなんかね、さっぱりしてて、甘さもそうなんですけど、なんか、口と胃に入れた時のこの重さっていうのはあまりないんですけども、アメリカ製のは甘さなのかなんだか、ちょっとこう、来る、ちょっとこう、重さを感じるところがあるので、逆にね、アメリカ製の方が、その後で食べる食事の食欲がちょっと抑えられるんじゃないかなという気はしますね。ただね、そのプロテインは炭水化物がね、100g 中数%、6、7% ぐらいしかないようなね、炭水化物が少ないものを選ぶべきですけどね。さらにそのプロテインを、ホエイじゃなくてカゼインという方を選んで飲んでいくと、これまたね、食欲抑えれます。カゼインってね、飲んだことない人結構いるかもしれないですけど、ホエイはまだね、本当にさらっとしてるけど、カゼインってやっぱね、もう本当にちょっと、なんか重みがあるんですよ。口に入れただけでちょっと重みを感じるんですけど、なので、それを食事前に飲むと、これね、本当にものすごい大食感の人で、どうしてもそこを抑えたいという人は、もう本当カゼインのプロテインを飲んじゃった方が、この多分ね、食欲ね、僕からすれば多分ね、5割ぐらい抑えられますね。そんなにね、ものすごい食べたいという気は起きなくなってきますけど、これはね、間食に関してもそうですね。ちょっと、食事と食事の間でなんか、お腹が空いた感じがするとか、夜遅くなってお腹が空いた感じがするという時には、やっぱりこれとプロテインを使っていった方がいいし、このカゼインというのを使っていくと、ほとんどがタンパク質でありながら、かなり食欲とかそのお菓子を食べたいという感じはもう、多分お菓子ぐらいの本当に完全にその欲は消えますね。そういう利用の仕方はあるかと思いますね。ただ、食事の前にお酒飲んじゃダメです。食事の前にお酒を飲むと、満腹中枢がちょっと狂っちゃうんで、どこまで食べていいか分かんなくなってしまう自分がいるので、お酒はやっぱり当然ね、そのカロリー以外にも、そういうとこがおかしくなってくるんで、なしにしておいた方がいいと。で、あとは食事食べるときに、ちょっとここありきたりのとこですけど、まず野菜を食べることでちょっと、まずお腹を落ち着かせる食物繊維のものを先に入れていく。それからおかずだけを食べていく。それから最後にお米を食べるというパターンですね。僕なんか正直言うと最後のお米だけでも、もしそれが白米だったら、僕は白米の甘さを感じる。それだけでも食べれるんですけど、おかずがちょっと最後の方少なくなった頃に、ようやくお米を継ぐぐらいにしといた方がいいですね。最初にお米を継いでしまうと、食欲に任せてまず継いでしまうので、当然そこで量が多くなってしまうので、そこまでお米を茶碗には継がないということですね。最後の方になってようやく茶碗を用意するぐらいの方がいいと思います。その気になって量を考えるということですね。これを考えた場合には当然、丼物ではないです。カレーライスではないです。もう丼物カレーライスは、お米を食べるための、上に乗っけてるものになってしまうので、それはちょっと通常メニューから外して、和食スタイル、普通の定食スタイルで行ってほしいと思いますね。ただね、そもそもね、お腹が極端に空いてる状態を作らないというのが大切かと思いますね。食事を食べて5時間経ってるのはもうおにぎりでいいから食べた方がいいです。一番よくあるパターンとしては12時台に昼ご飯を食べます。で、そっからずーっと食べてなくて、
7時、8時、9時ぐらいになって晩ご飯を食べるというと、当然すごく時間経ってますから、ドーンと夜をいっぱい食べてしまうわけですね。そこはやっぱり食事が大きくなる原因ですよね。だったらもうね、5時ぐらいにおにぎりを一つ食べてください。もう炭水化物だけだったとしても構わないですから、もう5時間経ってますから、前の食事による血糖値が高くなった部分っていうのはもうほとんど消えてますから、おにぎりだけでもいいから食べてください。そうすれば次のご飯の時には自分の食欲というのはまあまあ抑えられてますので、8時ぐらいのね。そしたらその最後の8時台の食事では、多分お米はあんまり欲しいとはもう思わなくなりますし、まあお米は全然なくてもいいかもしれないですね。まあそんな感じで夕方にそこ入れるというね、このテクニックはやっぱり使った方がいいですね。それから筋トレの方ですけれども、これは自宅とかジムとかいろいろ環境が違うというのはあるんですけど、まず自宅、ジムでも両方共通して言えるのは、まず時間を決めるということですね。何曜日の何時はトレーニングをする時間と、まずこの時間をきっちり決めるということ。まあそうすれば他の予定を入れないということにもなってきますし、いろんなことがあって時間があってから筋トレをしよう、トレーニングをしようと思うと多分やらなくなります。一番最後に回ってしまうと多分やらないですね。なので一番最初にもう何曜日の何時はトレーニングっていうふうにまず決めておくことですね。で少なくとも前の日にはきっちり何時というふうに自分のスケジュールがね変動するんであれば前の日には決めておく方がいいですね。これはすごくね、影響してきます。で、自宅トレーニングの人の場合には、必ず自分一人の部屋になってください。ドアを閉めて一人だけの空間になってやらないと、他の人が話しかけてくるような環境では、やはり気が散ってしまって途中で止めてしまう。それインターバルが長くなりすぎてしまう。効果が出ないになってしまうので、もう本当一人だけの時間になれるように、部屋で一人きりになってほしいということ。そして、もう一つは、これは自宅、ジム両方なんですけども、音楽を聴きながらやるとかはもう絶対にしておいてもいいですね。ノリのいい音楽を聴きながらやった方が筋トレ効果、まあ有酸素運動もそうなんですけど、運動の効果上がるということはもう実証済みですので、もうこれはね、音楽を聴きながらやった方がいいです。これはローテンポ、スローテンポよりもアップテンポ、テンポが速い方の音楽を聴いた方が効果が高いという研究結果がたくさん出てますので、テンポが速いものを使った方がいいですね。まあこのテンポが速いというのは、まあ個人差はやっぱりあるかとは思いますね。まあ個人差の前に、例えば昔ね、時代によってですけども、昔ビートルズが出てきた時に、そのビートルズのあの音楽性というものが当時の人からすると、なんだこのデケ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 速い音楽はっていう風に言われてたらしいんですけれども、今聞くと全然速くないですね。普通のポップスレベルという感じですよね。まあだからってものすごく速ければいいってもんでもないんですけども、まあ自分の感覚の中でアップテンポなものぐらいを選んでやっていけば、スローなものよりは効果が高いというふうなことが言われています。まああともう一つ言われているのが、いつもいつもね、何年もね、こう同じものを聴いてるんじゃなくて、新しいプレイリストで新しい曲を聴きながらやった方がよりいいらしいです。ここちょっと僕はね、僕自身も改善点があるかもしれないですね。ちょっと同じバンドのものばかり聞いてるんで、まあこれはもしかしたら今の音楽のストリーミングサービスを使いながらプレイリストをね、まあ僕だったら洋楽ハードロックというようなね、プレイリストを作って、そしたらどんどんいろんな新しいものが入れ替わり立ち替わり出てくれば、まあもっと新鮮な感じでやれるかもしれないので、ここはね、僕もちょっと改善点があるんで、まあちょっとストリーミングサービスやってみようかなと思うんですけどね。ただね、自分の悩みがね、いくつもある音楽ストリーミングサービスの中でどれが一番いいのかわからないんですよね。全部同じなのかどうかとか、じゃあ同じならどこがいいのかっていうのはさっぱりわからないという感じなんで、まあ詳しい方いればコメント欄で教えてください。そしてあとジムでねやるときに筋トレの効果を上げる裏テクとしては、男として、まあこれ今男性に向かって話しかけてますけれども、男として憧れるくらいのいい体の人と同じスペースでトレーニングをしていくということが結構大事です。憧れるくらいっていうと本当にね、もう大会に出てもいいぐらい、もしくは大会に本当に出てる、まあフィジークだったり、まあボディービルでもいいですけど、ボディービル目指さないでもいいんですけれども、すごいなあの人、かっこいいな、すごいいいトレーニングしてるなっていう感じの人、もう体にも結果現れてる人がそばにいると、やっぱり自分の意欲が上がってきます。自分もなんとかちょっと追いつこうみたいな、こう意欲がこう出てきたりするんですね。そういう人がいる、なんとなく目に入るところでやってると自分の意欲は意外と高まってくるとか、まあありますね。まあそういう人からちょっとテクニックを盗むというのもありますしね。あとはね、男性はね、女の子のそばでやるというのは無意識に意欲が高まるところです。勝手にね、思いっきり力出たりしますからね。まあそういうものを利用することもありますが、ただこれね、見ちゃダメですよ。その女の子の見ちゃダメです。
何見てるよっていうふうにな、ね、思われちゃうので、まあ、それでダメです。あとね、話しかけちゃダメです。話しかけたら一巻の終わりです。あとそしてね、女の子のそばって言いましたけど、追いかけちゃダメです。これ追いかけたらクレームになりますからね。なんとなくね、可愛い女の子いるな、よしやろうと思って頑張ってやるぐらいがいいんであって、あとね、まあそういうね、真剣にやってる自分を見せるということですね。本当に不純な動機ですけれども、やる気は出ます。ただね、これね、やってる時にね、眉間に幸せのためね、おじさんが眉間に幸せながらトレーニングしたらあんまり良くないです。まあ、やってる時はぐーっと苦しい顔、やってるのはしょうがないし、それもいいんですけど、終わった瞬間にパッと爽やかに、ね、眉間の、さっきもね、重い時にあった眉間のシワがなくなって、爽やかな顔になって、スッとドリンクを飲む、汗を拭く。くらいがまあ、いいんですよね。あとね、そういったね、女の子がいるようなジムでね、女の子がいるのを忘れて鏡だけを見て自分を見てこうポージングしてるのはダメです。あと鏡を見ながらこう大胸筋をこうやって触るのもダメです。これ自宅でやってください。自宅でひっそりとやってください。あとトレーニングの時の洋服なんですけれども、まあ大体の人はこう T シャツを着てやってるんですけれども、これね、まあ正直言うとやっぱり多少体が見える服装にした方が効果はあります。まあこういったノースリーブのものを着てやれば肩の三角筋見えるんで、サイドレーズやってる時やっぱり肩の筋肉見えるんですよね。アームカールやってる時も二頭筋が見えるんですよね。でやっぱりこれがもし T シャツで見えなければ頭の中の想像でしかないので、想像だけで感じるのってすごく難しくて、やっぱりね、目で見て見ると、あーここ力入ってるの見える、あなんか力入ってない、力入ってるっていうのをこう目で見てわかるので、そもそもまだ初中級者の場合には筋肉自体が感じてビシッと入ってるっていう感覚わからないので、目を使うっていうのはすごい大事なので、こういうような感じのノースリーブを着ながら、その少なくとも肩と腕ぐらい見ながらやっていくというのはやはり効果を高めるコツになります。ポージングはしないですけどね。ただまあこれが行き過ぎちゃって乳首がこう出るような、完全に出てるようなタンクトップは禁止です。あくまでノースリーブぐらいがちょうどいいんじゃないかと思いますので、その自分の視覚効果というものを使いながら筋トレ効果を上げてみてください。はい。今日話したほとんどは筋トレの本質とかそういうところではないんですけれども、たわいない話なんですけれども、その時やっている自分のモチベーション、集中力を上げることになってきますので、まあ、自分の集中できる環境を作って女の子に嫌われないようにやっていきましょう。はい。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーゆうじでした。